オレゴン州道10号線は、アメリカ合衆国のオレゴン州にある州道の一つで、ポートランドと西プ郊外を結んでいる。オレゴン州道10号線は、ポートランド中心街では、ナイトーパークウェイという名が付いているが、このナイトーパークウェイと、国道26号線が交差する地点が起点となっている。中心街から南下すると、オレゴン州道99号再線との共同区間となる。 ポートランドエアリアルトラムの下をくぐると、ナイトーパークウェイは、バーバーブルバードにぶつかり、そこで終点となる。オレゴン州道99号再線とオレゴン州道10号線は、バーバーブルバードの名のもとに、ポートランドから、さらに南下する。オレゴン州道10号線が、オレゴン州道99号再線と分かれるのは、ポートランド中心街から数マイル南下したところで、オレゴン州道10号線は、 キャピトルハイウェイへと進み、ポートランド市のヒルズデール地区を貫く。この時に、ポートランドのウェストヒルズの南側を通る。ヒルズデールで、キャピトルハイウェイとは、別れ、ビーバートンヒルズデールハイウェイとなる。ここでは、平面道路が多く、信号も多い。オレゴン州道10号線はこのままワシントン郡へと、突入する。ローリーヒルズでは、オレゴン州道210号線と交差する。 オレゴン州道210号線は南西に伸び、プログレスやタイガード、ショールズの方へと続く道路である。オレゴン州道10号線はそのまま西に進み、ビーバートンに入る。ビーバートンでは高速道路である、オレゴン州道217号線と交差する。この交差地点の西では、街道名は、ファーミントンロードになる。オレゴン州道10号線は、ビーバートン高等学校の付近で、 オレゴン州道8号線と一外区を挟んで並走する。ビーバートン中心街からオレゴン州道219号線との交差地点にかけてはかつてオレゴン州道208号線と呼ばれていた。8号線と10号線は交差しないが217号線の速道を通って8号と10号を乗り換える人は通勤者によく見られる。ファーミントンロードと呼ばれる区間では 10号線は、ビーバートンから離れ、未だ中途半端にしか開発が進んでいない、郊外地域、ファーミントンを横断、オレゴン修道219号線にぶつかって、終点となる。最後の区間は、ファーミントンハイウェイと呼ばれ、ハイウェイ番号142の指定を受けている。ローリーンヒルズにて、ありがとうございます。